眼科専門医の平松です。今日はクマを減らす方法として、クマってよく目の玉の下のところにできると言いますけれども、それを減らす方法としてのホットアイ、まぶたの温めについてお話しようと思います。クマにはいろいろな原因があり、正式な病名としてあるわけではないんですけれども、そこにどちらかというと血液が溜まって青くなってしまう方、またはむくみが溜まってしまう方がいらっしゃいます。基本的には何らかの物質がそこに溜まってしまうことなので、血の巡りが良くなって流れてくれればそれがなくなることがあるということです。ではどうすればいいのかということですが、実は目の周り、まぶたというのは本来血の巡りがとてもいい場所なんです。ですから暖かくなり、そしてまぶたから油が分泌されます。ただし女性の方や冷え性の方の場合は、その水の流れが悪くなるので、目の周りも冷えてしまうんですね。そうなると油の分泌がうまくいかないですし、その血液の流れも悪くなってしまいます。ということで、まぶたを温めることで血液の流れを良くすれば、それが改善しやすいということがあります。ただし、このクマの原因がアレルギーで腫れている時の場合は、これは逆効果になりますので、痒みがあるアレルギーの場合はちょっと控えてください。つまり、疲れたりとか日常の中でずっとあるようなクマであると、そういうので効果が出てきます。で、これは1日2日で落ち着くものではなくて、長い間やっていって少しずつ改善するものと理解していただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければ、それが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。